工事車両が入ってきてるんで、もう結構倒されちゃってますね。まあちょっとやってみましょう。開くとこんな感じですね。これから出るんでしょうけど、ちょっとね、今日雨だから工事してないですけど、去年はものすごい取れました、これ。まあこんな感じですね。で、今工事の人帰ってきたんで退散しましょう、さっさと。よし、お疲れ様です。これね、なんだろうね、まあ調べたら、この系ですね。こっちかな、足細栗丈。最初見つけた時ね、腰筋が「えっ栗丈？」って思ったんですけど、やっぱちょっと違う、こっちですね。足細栗丈。ね、ちょっとやばそうなんでやめときましょう。こっちかもしんないし、やべえや、これかもしんないし。あぶねえ。いやー、これは、これですね。いやいやいや、あぶねえ。んで、お昼にラーメンに入れた、ぬめりすぎたけ、大丈夫です、無事です。美味しかった、なめこみたいに美味しかった。もう終わりですからね、キノコはシーズンが。あとちょびっと取れた小紫とか、あ、紫もあるな。まあこういうの入れて、またどうすかな、鹿の鍋にすっかな、今日は。味噌仕立て。それでいきましょう。それで、ニンニクとか生姜バンバン入れて、やっていきましょう。あんなドロドロだったのが、ね、茹でるとすぐ落ちますね。鹿の、もみじ鍋ですね、今日は。このキノコたちを入れちゃいましょうか。ガバーっと。で、その前に、味噌仕立ての中華スープ入れちゃいましょう。ザバーっと。どうだ、あ、全部いけるな。よし、じゃあちょっとバンバン入れてっちゃいましょう、キノコたちを。まあこんなもんでしょうか。ああ、じゃあ蓋します。今回ちゃんと柚子も入ってますからね。で、こんなんですよ、サビ色、本当に茹でてもこれですよ。すごい、もう湧いてきた、湧いてきた。うわすげえ。後入れくれそうな。バイバーン。おー、いいっすね。で、もう一回蓋します。ボーン。で、また待ちましょう。で、今度あれだ、検証したいんで、わざと酒飲みます。ね、杉竹は酒と相性が悪そうなんで、ちょっとあえてやってみましょうよ。自殺行為。
まあいいや、まず焼酎から。うん、焼酎。よし、じゃあお疲れ様です。いただきます。うん、がっつり飲んでますね。いただきます。じゃあ、うわ、うわ、うわ。香り、香りすげえいい。何？今日ちょっと芋フライ食べようよ。まずね、弁、うん、伊豆原弁財天の売店で買った芋フライいただきます。うん、うん。あ、すげえうめ。大きい。いやいやいや、うまいわ。まあガキの頃からよく食べてるんですけど、美味しいですね。よし、じゃあ行ってみましょう。もういきなり杉竹から行きましょういきなりで、もうこのまま食べますもん最初。じゃあいただきます。やってみます。杉竹、酒と合うのか。じゃあいただきます。なんだこの歯ごたえ。これ分かった。歯ごたえはちょっと今まで食べたことないキノコの歯ごたえ。なんだろう。どっちかっちゅうと貝類に近いかな。ジャッキジャキ。なんだろう。赤貝とかそういう、もっとプルンとしてますけど、でおそらく消化が悪いんだと思うんですね。うん、歯ごたえ良すぎて、毒とかそういうんじゃなくて、毒もあるんでしょうけどね。うん、分かった。味も香りも薄いですけど、美味しいですね。あの歯ごたえは、うん、傘も茎も多少少し違う歯ごたえで、うん、2つも楽しめる感じですね。まあ美味しいですよ。おー、ちょっとクレソンも行ってみよう。これやべえな。やっぱクレソン鍋ハマるかもしれない。美味しい。いやー、うめえ。なんかこのいう鍋もいいな、たまには。よし、で川村風船竹か。あ、これはうまいっすね、普通に。この少し泥臭い感じもまたおつなもんで、ああいいな。老金とはいえすごい締まってる身が。よし、バンバン酒も飲んでいきましょう。ゆずうまい。んで平竹、あったコロコロコロ平竹行ってみましょう。
これうまいっすよ絶対。じゃあもういただきます。うん、うん、うめ、あー、やっぱり違うわ。うん、おいしい。香り、味、薄平茸とは全然違う。うん、おいしいわ平茸。うまい、やばい。でもう一丁杉茸いってみます。いや、歯ごたえすげえ。ザッキザキ。なんだろうこれ。何に例えたらいいんだろう。貝と砂肝のアイノコみたいな。赤貝と砂肝を足して2で割った感じ。うん、すげえ。よし、あれ杉茸もう終わり。あったあったあった、もう一本。うん、もうないね。でもう一丁杉茸、これ終わりっしょ、3本。あー、杉茸いってみます。よし、うん、うん、うん、独特な歯ごたえ。だけ独特だこれ。うん、なんとも言えねえ。癖になるっちゃなるな。うん、鹿肉。うん、里芋飲んだくれて忘れてましたね、すっかり。あーし、バッ、おー、いいっすね。うん、まあ香りもいいっすね。おお、あ、ほいじゃあいただいてみましょう。うん、こんな食えんのか。まあいいや、うん、じゃあいただきまーす。よーし、うん、歯ごたえいいんすけどね、味が薄いな、やっぱり。キノコのパンチはないですね、あんまり。歯ごたえ楽しむ感じですね。やっぱりこのキノコは天ぷらが一番合うかしんね。うん、なんかいろいろやってきた、試したけど天ぷらだな。うん、ご飯の方には味も香りもあんまり映ってないんで、このキノコは単体で天ぷらが合うかもしんないですね。うん、香りはいい、よかったんです、あの車の中は。だこれ単体で天ぷら、うん、いやそれしかねえな。なんだかんだ言って美味しいです。うん、よし、じゃあもうここで、ね、うん、食べますよ、もうバンバン食べて飲みますもう。うん。
잠이 든 놈이만. 엄매. 고소리.